縦座デルタ星は縦座にある恒星である。縦座デルタ型変更星のプロトタイプとされる。地球からの距離は約202光年。金属量はアム星と同程度である。スペクトル K8 で12.2等級の B 星と G7 で9.2等級の C 星の2つの番星を持つ。これらの番星はかつて見かけの二重星と考えられて、 いたが、20年以上の観測で、同じ固有運動を見せていることから実際に、連星形を成していると考えられている。銀河座標における、この構成の空間速度の成分は、U、V、W イコール、マイナス42、マイナス17、マイナス1トル毎秒で、銀河系中心の周りを近点22,310光年、円点27,590光年、 気通り心率0.11で好転している。縦座デルタ星が現在の運動と明るさを維持すると、115万年から133万年後に太陽系から10光年の距離を通過し、全天で最も明るい構成になる。四等級はマイナス1.84に達し、現在マイナス1.46等級のシリウスよりも明るい。ジョン・フラムスティードは縦座を認めておらず、 フラムスティードの天球図ーではこの星を含む縦座のいくつかの星がワシ座に属するものとされていた。そのため、かつてこの星はワシ座二番星と呼ばれていた。ビッグ天文台の観測員、ウィリアム・ウォレス・ギャンベルと観測助手のウィリアム・ハモンド・ライトは、1899年から1900年にかけてミルズ分光器で縦座デルタ星の観測を行った。 この観測で得られた視線速度の変化から縦座デルタ星は分光連星であると発表した。1926年の6月から7月にかけてメイヤーが同じ分光器を用いて観測を行ったが連星系について十分な観測結果は得られなかった。ロックフェラーの奨学金を得てリック天文問題に1年間の短期留学中のアッティリオ・コラチェビッチは 1930年代に登場したインペリアルエクリプス社の高感度看板 H&D850 を用いて1935年6月26日から27日にかけて縦座デルタ星を観測した従来の看板より旅行時間が半分ほどで済むこの看板を用いたことによって0.19377日の周期で視線速度が 約秒速 8km の幅で変化していることが判明した。この観測結果を聞いたグッドセル天文台のファスは同天文台が所有する当時最新鋭の光電速光器をリック天文台の 30cm 望遠鏡に取り付けて高度の変化を確認し約0.2等級の変更を確認した。この結果からコラチェビッチは立てざデルタ星の視線速度の変化は 文光連成によるものではないとした。1938年にはスターンによって2つ目の周期が発見され、新たに脈動によるモデルが提唱された。これ以降、複数の同系振動、非同系振動が観測されており、最も強い周期は5 9 7 3 1ヘ h z 2番目に強い周期は6 1 9 3 6ヘ h z の周波数のものである。 20世紀末までに合計8つの異なる周波数の周期が観測されている。ありがとうございます。